皆さんこんにちは。グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。さて今日はですね、こちらのカメレオンベールペン、カメレオンイエローベールペンというね、こちら新しく入ってきたハピホロのシリーズを使ってみたいと思います。で今日の動画はね、ここのチャートを作っているところをご紹介していきたいと思います。これね、何かって言いますと、ネイルのねカラーとかって実際に届いてみたらなんかイメージと違ったとか、写真だと分かりづらくて色がなんか違ったとかね、そういうトラブルが結構多いと思うんですけど、まあ、それをね未然に防ぐというかね、解決していただくためにあわチャンネルではですね、このカラーチャートの方をねかなりお安くで販売しております。今回はねすごいこのカラーチャート作るの時間がかかったので、まあ、ちょっとだけご負担いただいたんですけど、塗るだけのカラーチャートとかですと基本的には無料でプレゼントしているんでね、今回は少しお代金をいただいてしまっているんですが、基本的には無料なんで、またよかったらこのサービスも使ってみてください。で話を戻して、こちらのパウダーなんですけど、こう分かりますかね、角度によって色が変わってくれるというね、すごい特殊なパウダーなんですね。これベースはどれも全部同じ色を使っていて、ここは黒にしてて、ここは透明で、ここホワイトですね。まあ、撮ってみると分かりやすいかな、まあ、こういう感じのベースに色を塗っているんですね。このチャートを見ていただくと、もう実際ね一つずつパウダータッチを使って作っているので、色の違いなんかもないですので、非常に参考になると思います。解説しながら作っているというよりかは、声だけ後で当てたバージョンになるのでね、またちょっと違ったあわチャンネルの一面を見ることができるんじゃないかなと思うんで、それでは早速本編行ってみましょう。それではまずチップをスタンドに貼り付けていきます。同じものを大量に作る場合は、一つずつ作るのではなく、まとめて作っていった方が効率がいいので、まとめて貼っておきましょう。今回はねサンプルチップなので、表面削らなくても大丈夫です。実際に使うチップの場合はね、表面を削るようにしてください。それではカラージェルを塗っていきます。今回は直線で塗り分けた感じにしたいので、この筆の端の部分の平らなところを使って綺麗にラインを作っていきます。細い線で引いてから中を塗りつぶしてもらってもいいんだけど、この塗り方の方が綺麗にラインを取ることができるのでおすすめです。お、めっちゃいい感じにね、しっかりラインが入りましたね。それでは一度硬化します。では続いてね、同じようにすべての指にこのラインを作っていきますよ。もうね、ここまで来るとね、本当に工場だよね。最初は1本目硬化してるんですけど、もう硬化せずに全部流れ作業で作ってもらっても OK です。多分その方が効率はいいかなと思います。では硬化しましょう。ではね、次先端はホワイトなので、ホワイトも同じように塗っていきます。これもまたね、大量生産なので流れ作業でどんどん作っていきましょう。まあ、このように、まあわちゃんズさんたちは同じチップをたくさん作るシチュエーションってあまりないかもしれないんだけど、まあ、こういうね同じものを作るときは一個一個作っていると本当に時間がかかってしまうので、同じものはなるべくね一気に作っていただくと非常に早く作ることができますよ。はい、じゃあねホワイトも塗れたんで、こちらで硬化しましょうか。ではこれで下地の色を作ることができたので、ノンワイプトップコートを塗っていきます。今回はカメレオンベールペンっていうパウダーを使っていくので、ノンワイプトップコートを塗ってくださいね。これを塗らないとね、綺麗にパウダーをつけることができません。で今回ですね、2つのチップスタンドを用意しているんですけど、これ2つ用意しているのも意味があって、1個トップジェルを塗ってライトに入れている間にもう1つのトップジェルを塗るっていうね、待ち時間を極力減らして非常に効率よく作るために2つ用意しています。ありがたいことにね、今回のカラーチャートプレゼントの方もかなりたくさんの方が応募してくださったので、まあめちゃくちゃ作らないといけないわけですよね。そうってなってくると、かなりね効率を考えて作らないと規定の日数で発送ができなかったりするのでね、結構ねここら辺は工夫してね作っているんですよ。それでは硬化しましょう。続いて本日の目玉、こちらカメレオンベールペンを塗っていきます。
これの使い方はね、本当に簡単で、ノンワイプトップコートの上にこすりつけていくだけで、このようにね、ピカッとね、なってくれるんです。わかりますかね？今だいぶ色がね、ついてきましたね。こんな感じです。それでは残りの4本にもね、パウダーをつけていきましょう。動画でもね、このように大体の色味とかって、まあ、ある程度伝えることはできるんですけど、やっぱり実物を見ていただいた方が本物なので、絶対いいなって思ってね、こういうチップの方をプレゼントさせていただく企画などをね、しています。でね、今回のこのカメレオンベールペンって、まあ、黒にのせた時、クリアの時、白の時、この3つのね、色の変化を楽しむことができるパウダーだったから、最初はクリアチップにこのパウダーだけを塗ってカラーチャートとして出そうかすごい悩んだんだけど、このパウダーは黒とクリアとホワイトのこの色の違いをね、楽しんでほしいっていうすごい思ったのね。だからちょっと下地を作るのが大変だったんだけど、このスタイルでお送りさせていただくことにしました。だからもちろん購入前の確認として使っていただくのもいいと思うし、ご自宅で使う時のカラーチャートとしてもね、使っていただけるんじゃないかなと思います。ぜひぜひね、本当にいろんな役に立てていただければと思いますのでね、よろしくお願いします。さてさて、じゃあね、こんな感じで今動画では2色目塗っていますけど、あとこれをね8色分全部繰り返してお届けするためのカラーチャートを作っていきます。では余分なパウダーを落としてあげましょう。このようなね、ブラシで優しく落としてあげるといいです。硬いブラシで落とすとハゲハゲになってしまうので、柔らかいブラシを使って落としてあげてください。それではトップジェルを塗っていきましょう。時と場合によるんだけど、今回のような場合はトップジェルも一気に塗ってしまうことの方が多いです。ただパーツを埋め込んでいたりとか、トップジェルの層を分厚くしなければならないネイルは一つずつ固めています。今回はもうさっと一塗りするだけなので、まとめて塗っています。ここら辺はね、デザインとかによって調整をしていただければいい感じじゃないかなと思います。それでは最後はしっかり30秒完全に硬化をさせます。じゃじゃーん、できました。とりあえず2色完成です。あとはこれを8本分繰り返して残りの分も作っていきたいと思います。またチップを貼って、ひたすら貼って、ひたすら塗って、まずは黒だね、そして白を塗って、トップジェル塗って、パウダーをつけて、という感じで出来上がったものがこちらです。こちらをご応募いただいたあわちゃんずさんたちにお送りしていっています。またね、再開しているので、ご興味ある方説明欄からね、チェックしてみてください。このカメレオンイエローベールペンとカメレオンベールペンなんですけど、全部で8色あるんですが、4色セットずつに分かれています。ちょっと違いもね、説明しておきますね。こっちの方がね、普通のカメレオンベールペンで、こっちはなんていうのかな、ほんと色がちょっとつくような感じですね。こういうピカピカピカっとする感じで、このイエローベールペンですね、名前にイエローと入っているんですけど、こっちの方はね、ほんとその名の通り、このホワイトにのせた時に少し黄色っぽく仕上がってくれますね。まあ、そういう違いがありますので、お好みのね、カラーを選んでいただければいいんじゃないかなと思います。でね、このセットにはね、まあ、ちょっとしたテキストがついてます。テキストはね、簡単な作り方とちょっとアレンジですね、載ってて、まあ、2種類あるんですね。それぞれにテキストがついてきます。結構ね、こういうラメとか、まあ、パウダーとかカラージェルとかもそうなんだけど、買ったはいいんだけど、どうやって使ったらいいか分かんないとか、どうアレンジしたらいいのか分かんない、でネイルに5本作る時のデザインが浮かばないというね、ことが結構あるんですけど、アーチャンネルのセットを買っていただくと、ちゃんとテキストがね、ついていますので、そこら辺も心配がありません。ぜひね、こちらのカメレオンベールペン、カメレオンイエローベールペンの方ね、ゲットしてみてください。まあ、あーちゃんはね、最近はね、がっつり宣伝をしていくスタイルにしました。いや、これちょっと話が脱線するんだけど、あーちゃん意図的にこういうあんまりこれ使ってますとか出さないようにしてたんだけど、なんか宣伝っぽくなるのが嫌で、で出さなかったら、昔かな、ちょっと前かな、コメントでなんかあんまり商品のこととか解説してくれないから教えたくないのかと思いましたっていうご意見をいただいたことがあって、あ、そういう風にね、
感じる方もいらっしゃるんだなって思って、もうあわちゃんはねがっつりとねこうご紹介をしていくことにしましたのでね、ぜひぜひまたこちら、説明欄の方にねリンク貼っているので、興味ある方チェックしてみてくださいね。さてさて、今日の動画も最後までご覧くださりどうもありがとうございます。あわチャンネルのカラーチャートプレゼントはねこのようにして作られていました。ぜひ本当にね利用していただきたいサービスなので、ぜひ使ってみてください。そしてまたねもうちょっとこうしてほしいとかああしてほしいとかリクエストなどありましたら、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。可能な限りであわちゃんは実現をしていきたいと思っています。それでは皆さん、次回のあわチャンネルもどうぞよろしくお願いします。じゃあみんなまたねー。